ハレルヤー、こんばんは。ハレルヤー、アメン。こんばんは。こんばんは、ハレルヤー。こんばんは。こんばんは。少し寒いですかね。ですね、あ、吉原さん、こんばんは。今日はですね、ハロウィンなんですね。ハロウィン。で、少し前にですね、ハロウィンは良くないっていう、そういう放送をしたんですが、まあ、今日も一応ちょっとですね、ハロウィン、今日はハロウィンなので、あ、小太郎さん、ハレルヤ。ハロウィンをですね、まあ、ハロウィン反対運動っていうんですかね。ハロウィン反対運動をしております。なぜ、ハロウィンが良くないかということなんですけど、まあ、これはキリスト教のですね、信仰から出てはいないということですね。そして皆様分かるように、なんとなくこう悪霊っぽいですよね。悪霊っぽい、トリック&トリート、トリックオアトリート、これはですね、お菓子くれないといたずらするよみたいなね、あまり良くないですよね。はい、リテルさん、 PC 届きました。アメン。素晴らしい、新しい PC ですか。いいですね。そうですか。はい、小太郎さん、ありがとうございます。ハロウィンはですね、なんかこう霊的に良くない感じがしますね。アメリカとイギリスの一部ぐらいしかやってない。ああ、そうなんですか。だけど最近あれですよね、日本でもなんか商業主義でやってますから、そういう意味で、ハロウィンで、ハロウィン の, コスプレっていうのは結構あれですよね、なんか良くないコスプレ多いですね。悪いコスプレが多いので、ああいうところから見ても良くないという感じでしょうかね。まあ、そういうわけで皆さん、今日はですね、ハロウィンなんですが、実のところ宗教改革記念日なんですね。で、今日はハロウィンしないで宗教改革記念日をですね、ちょっと宣伝しようと思うんですね。宗教改革記念日、じゃちょっと皆さんね、宗教改革、なんだか知ってる人いると思いますので、はい、皆さん、宗教改革とは何ですか？宗教改革とは何ですか？知ってる方たくさんいると思いますが、一応とりあえずルター、そうですね、ルソーじゃないですよ、ルターですよ、ルターね、ルターですね。はい、世界史で出るね、カルヴァン、うん、カルヴァンもね、そうですが、でも一番最初はルターですね。はい、ありがとうございます。マーチン・ルターですね。ドイツ人なので、本当はルーテルが本当なんでしょうね。教団でルーテルっていう教団がありますよね。英語でルースランっていうのかな。英語ではルースランっていうんだけど、日本語だとルーテル、ルター、まあ、ルター、日本語ではルター、マーチンルターって言いますね。まあ、その呼び方は分かりませんが、その マーチンルターという人がですね、何をしたかということなんですが、はい、じゃあ次の質問ですね。マーチンルターが何をしたんでしょうか。マーチンルターが何をしたんでしょうか。はい、何をしたんですか。マーチン・ルターが何をしたんでしょうか。なかなか難しいですよね。そう、カトリックに抗議をした。95箇条の論題を出した。ピンポン。知ってる人いますね。まあ、世界史でやりますからね。マーチン・ルターが、カトリックに抗議をした。
で、どういう講義かというとですね、免罪符ってわかるかな、免罪符。免罪符っていうのはですね、結局なんかお金でですね、なんかを買うんですよね。で、その免罪符を買うとですね、罪が許されるというような、そういうことをしてたわけですが、まあ、それはですね、なんかちょっとね、ここに資料がちょっとあるんですが、日本史専攻アイプさん日本史専攻だった。ですね、大体1517年ですね、1517年ですから、大体まあ16世紀ですね、フランシスコ・ザビエルのちょっと前なのかな。フランシスコ・ザビエルが日本に来たのが1500何年ですよね。ですからフランシスコ・ザビエルが日本に来るちょっと前に、1517年の今日ですね、10月31日、今日ですね、この10月31日今日、マーチン・ルターがですね、この95箇条の論題とか定題とか言うんですが、この95個のこう何でしょうか、文句をですね、ビッテンベルグというビッテンベルグ城の教会かな、どっかの教会にの門にですね、この何でしょうかね、抗議文を貼ったということですね。それが宗教改革の発端ですね。宗教改革の発端です。で、それはどういう内容かというとですね、結局その、サンピエトロ大聖堂、サンピエトロ大聖堂、なんかそういう聖堂、まあ、立派な建物ですね。この立派な建物を建てるためにお金が必要だった。で、そのお金を集めるために、免罪符という免罪符をですね、売ってお金を作ろうという、まあ、システムを、教皇のレオ10世、教皇のレオ10世が考えたんですが、で、そのお金で救われるよという考え方は当然聖書に反するわけですね。で、マーチン・ルターがそれに対して、それは聖書的じゃないんじゃないか、信仰ではないんだよという、救いというのはお金で買うもんじゃないんだよということですね。皆さん、救いをお金で買ったらおかしいですよね。お金で救う、ね、お金で救われるなんておかしい。で、じゃあなんで救われるかというと、信仰で救われるんだよ。信仰で救われるということで、それを抗議したということですね。免罪符じゃないんだよ、お金じゃないんだよ。吉原さん、勉強になります。で、この、今日、その、まあ、こう抗議したわけですが、これが宗教改革の発端で、そしてそこからプロテスタントが出ました。まあ、カトリックが、まあ、ある意味でこう腐敗してたというか、堕落してたというか、そういうことの中でマーチン・ルターがそういう免罪符に対して抗議したことによって、プロテスタントができたんですね。プロテスタント、つまりこの宗教改革記念日10月31日というのは、プロテスタントの、まあ、始まりということですね。プロテスタントというのは抗議、プロテストするものという意味じゃないかと思うんですが、要するにマーチン・ルターが抗議をしたということじゃないかな。マーチン・ルターがカトリックに抗議をした。実は私はプロテスタントのカリスマ派ですからね。私はプロテスタントですね。ですからまさにプロテスタントのクリスチャンは今日お祝いすべきじゃないかなと思うんですが、あまり巷で聞かないんですが、プロテスタントのクリスチャンは今日お祝いしましょう、ね。プロテスタントができた日ということですね。でも大事なことはですね、大事なことは結局ですね、
キリスト教っていうのはもう2000年前からあるんですが、そのように1517年頃は、まあ、カトリックが腐敗してたという、つまりキリスト教でもそのように間違ったり腐敗することがあるんだよということですね。まあよくね、十字軍の話、魔女狩りの話ありますよね。まあ、そうやって教会も腐敗して間違えることがあるんだということですね。ちょっとちょっとクッキーを、手が大きすぎるね、クッキーをつまんで、クッキーをつまみました。まあそういうわけでですね、今の間違ってる？今の間違ってた？それでですね、何が大事かというと、まあ、正しい信仰が大事だということですね。正しい信仰が大事。そしてその宗教改革から、まあ、信仰義人、ちょっと書きましょうかね、信仰義人、信仰義人、ここですね、信仰義人。信仰義人っていうのは、ありがとうございます、大さん。信仰義人っていうのは、その行いによって義とされるのではなくて、お金によって義とされるのではなくて、信仰によって義とされる。信仰によって義とされる。イエス・キリストを信じる信仰によって義とされる。これがですね、まあ、そのもちろんその初代教会の時はもちろんそれがあったわけですが、キリスト教の歴史の中でそれを失われていたわけですね。つまり信仰義人という大事な真理がマーチン・ルターによって再発見された、再発見されたということですね。この宗教改革によって、そしてプロテスタントによって、プロテスタントによってこの信仰義人からさらにいろいろな聖書の信仰による真理がですね、再発見されていくわけですね。信仰というものが再発見されていきます。もう一つのそのポイントは、1904年にロサンゼルスのアズサストリートによって異言が再発見されますね。異言が再発見、つまりそのプロテスタントには信仰義人の発見からいろいろな真理が発見されて、さらに1904年に異言の再発見をされます。そして、その異言の再発見でペンテコステ派ができます。でそのペンテコステ派からカリスマ派ができて現在に至るわけですが、つまりこの1517年から今2014年ですから、およそ500年、およそ500年弱ですが、95年なのかな、95年です、495年かな、495年ですが、このおよそ500年、500年間の間に、信仰の真理がどん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 回復されて、まさに今終わりの時代だよということですね。つまり信仰的には今が一番いいんだということですね。信仰的には今一番いいんだということですね。アメン。およそ分かったでしょうか。ですから皆さん、もう今日はハロウィンの日ではなくて、宗教改革記念日、信仰義人の日、マーチン・ルターの日、信仰義人の日にしましょう。信仰義人ね、信仰義人にしましょう。はい、信仰義人にしましょうね。はい、そういうわけでぜひ皆さん、10月31日は、ハロウィンの日じゃなくて信仰義人の日にしましょう。はい、それではですね
それではですね、聖書でその信仰義人というところをちょっと見てみましょうね。信仰義人ですね、ローマ3章ですね。ちょっと長いんですが、3の20からちょっと読んでいきましょうね。3の20、ローマ 3章20、とても大事なところだからね。20ね。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。ここです、これですね、最後のとこね。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考え。つまり、マーチン・ルターは、この部分を強調したわけですね。マチルタが強調したのは、その行いによって救われるのではなくて信仰によって救われるということですね。はい、信仰による行いということですね。はい、こんにちは。あ、こんにちは。はい、こんにちは。久しぶりです。ハロウィンの話の時すいません。あ、いえいえ。はい。ちょっと悩みがありまして。あ、どんな悩みでしょうか。で、その悩み自体言えないんですよ。うん、ああ、いいですよ、言えなくても。本当ですか。はい。で、心臓が突き刺さるぐらいすげえ悩み。ああ、それはちょっときついね。うん。そういうことってありますよね。なんかこうぐさってくるようなね。はい。きついきつい悩みっていうか問題ってありますよね。そうっす。多分、うん、多分、あ、うん、どんな人間でも多分、うん、ありますよね。辛いと思います。うん、そうですか。はい。どうやって、うん、でも受け入れないといけないんですよ。あ、その事実を受け入れなきゃいけないということ。そうっすね。で、うん、そのこうやってフラ悩んでしょぼくれてたらダメなんですよ。うんうん、あ、そうそうそうですね、そうですね。強くならないとダメなんですよ、うんうん。どうやったら強くなれるかなと思って。はい、イエス様がですね、助けてくれますので、はい。自分の力だけだとちょっときついわけですよね。はい、やっぱりエミさんには助けが必要なんですよ。助けがで、はい、それはね、人間の助けだと十分じゃなくてね、はい、本当に助けてくれる方、はい、本当に助けてくれる力がある方に、はい、こう委ねると楽になります。イエス様ですか。そう、イエスキリストはね、そのエミさんの問題もちろん知ってるし助けることができる方なんですよ。
そっか、私が言わなくても知ってる。そう、言わなくても知ってるです。言わなくても知ってる。ああ、言わなくていいんだ、じゃはい。で、エミさんがあ。はい。今一人で悩んでますよね、一人ストリス。で。で、やっぱり一人で悩むっていうのはかなりきついんですよ。きついっす、本当は、うん。いろんな人に言いたいっそす。うそう、まあ人間にはちょっと言えないのでね。でもイエス様はもうすでに知ってるから、はい。ああ、そうか、イエス・キリストは私の悩み知ってるんだということをまず知ってほしいんですね。そして、イエス様、イエスさん、どこにいますか？イエス様はどこにでもいますので、エミさんがイエス様と言ったらもう聞こえるんですよ。はい。聞こえるの。誰がどこでもイエス様と言えば、いつも聞いてくれるわけ。エミさんがイエス様助けてって言えば助けてくれるんです。やってみませんか？助けてほしいです。じゃあね、こう言ってください。イエス様。イエス様？そう。イエス様じゃなくてもいいんですけど、助けてほしいです。はい。誰に？じゃあ、助けてくださいって言ってください。助けてください。助けてください。イエス様。イエス様。助けてください。苦しいです。苦しいっす。助けてください。助けてください。アメン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 。アアメン。メン。今ね、エミさんが言ってくれたので、はい。もうイエス様はそれを答えてくれると思いますので、今からだんだん苦しみが減ってくると思いますので、すでに少し気持ちがちょっと楽になってきませんか？そうかも。うん。なぜかというとね、一人で悩むよりも、やっぱり誰かが分かってくれる、助けてくれるっていうことを知るだけでも楽になるんですよ。そうですね。そう、自分一人で苦しんでると、どん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 重くなっちゃうんだけどね。本当に信頼できる人が、自分の苦しむ、はい。誰にも言えないんですよ。言わなくていいですよ。イエス様も知ってるから大丈夫ですよ。大丈夫。まあ言えないっていうことも苦しみでしょ？人に言えないっていうことも苦しみじゃないですか。苦しいです。ね、だけど、もうすでにイエス様知ってるから、ああ、私のこと知ってくれてる方がいるんだと。それだけでも楽なんですよ。はい。はい。私もちょっとお祈りしていいですか？はい。はい。イエス様感謝します。エミさんが、あなたのことを聞きました。今、助けてくださいと言ってくれました。もうすでにあなたは助けてくれています。もうすでにエミさんのことを知っていて、エミさんの苦しみを知っていて、助けようとされていることを知っています。あなたが、エミさんがこのように、スカイプトツをくれるように導いてくれました。これは偶然ではありません。あなたの導きです。どうぞエミさんを助けてください。エミさんを助けてください。重荷を取ってください。その苦しみを取ってください。あなたに委ねて信頼して、平安がありますように、平安がありますように、希望を与えてください。大丈夫だという希望、大丈夫だという希望、あなたがいるから大丈夫だという希望を与えてください。心を強めてください。エミさんの心を強めてください。そして一人ぼっちじゃなくてイエス様がいるということを知ることができますように、平安がありますように、あなたが共にいてください。エミさんの心の中で共にいてください。あなたが慰めてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。エミさんね、ぜひですね、イエス様が一緒にいるというふうに思ってくださいね。もう一人ぼっちじゃないんだ、一人ぼっちじゃないんだ、自分のことを知ってる方がいるんだと思ってください。キューちゃんさん、ありがとうございはます。いはい本当にありがとうございはい。ます。私も祈り続けますし、多分リスナーの方も祈ってくれる人がいると思いますので、ぜひ祈られてる、多くの人に祈られてると思ってください。なんか嬉しかったっす。ああ、よかったですね。きっありがと、とうはい。またお電話ください。はい。それじゃあ、ございます。はい。ありがとうございはます。い、失礼します。シャロン、シャロン。シャロン。はい。
本当に、きついことってありますよね。私もきついことがあることがありましたけども、やっぱり本当に祈られるとかね、そしてまた理解してもらえるとか、それだけでもだいぶ違います。でもイエス様が助けてくれることを私たちは、本当に、信じていますので、きっと、エミさんも元気になると信じます。ぜひ皆さんも、彼女のために乗ってあげてください。彼女が癒されるようにね、元気になるように祈ってあげてください。アメンアメン。はい、それではですね、はい、その行いではなくて信仰によって救われるというのはどういうことかということも一回説明したいんですが、行いによってもし救われたらば、行いによって救われたらば、吉原さん、私の苦しみも解放されました。アメン。行いによって救われたら、その人を誇ってしまうんですね。自分を誇ってしまう。私が頑張ったから救われたとなるとですね、自分を誇ってしまいます。例えばですね、免罪符をお金で買ったら、私がお金で買ったんだよ。私のお金で買ったんだよって言ったら、その、自分の、ね、財産を誇るということです。救いっていうのはそういうことじゃないんですね。救いというのは、神様に対して、神様に対する罪がですね、十字架によって許されるということが、その救いなんです。つまり十字架を見てですね、十字架を見て私のために死んでくださった、神様が私を救おうとされている、愛してくださっているということを、十字架を見て、イエス・キリストを見て信じるという信仰によって救われるんだということです。それは、神の義によって救われるということですね。免罪符を買うとか良い行いをするとかいうのは自分の義ですね。自分の義で救われたら、それは自分を誇ることになります。しかし、イエス・キリストが死んでくれた、イエス・キリストが私のために、その命を捨ててくれた、その神の義によって救われるならば、信仰によって救われるというのは、まさに神の義によって救われるということで、その神の義というのは信じるということですね。信じる、信じるというのはまさに、その神を受け入れる、神を信じる、神を受け入れる、神に委ねるという、それが神様が欲しいものですね。神様が欲しいのは、人間が人間を怒ることを求めているのではないんです。神様が求めているのは、人間が神を誇ること、神を信じること、神を崇めること、神に感謝すること、これが神様が求めていることではないでしょうか。つまり救いというのは、イエス・キリストを信じることによって、神を誇り、神に感謝するようになっていくということなんですね。その大事な大事な真理がマーチン・ルターによって回復した、回復されたというのが今日なんですね。アメンアメン。そういうわけで、ぜひ皆さん、ハロウィンをですね、お祝いしないでね、マーチン・ルターの信仰義人をお祝いしましょう。信仰で救われてます。信仰で救われています。アメンアメンアメン。私たちはそのように大事な真理を、学んだというか、知ったわけです。真理を知ってね、この当時は多くの人は、まあ、カトリックの教えで真理から遠くた、こう離れていたんですが、マーチン・ルターによって真理が回復しました。そしてその時からどん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 いろんな真理が回復して、今やこの終わりの時代に、カリスマを通してキリスト教の真理がどん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 回復しています。そしてまだまだ
まだまだこれからね、いろんな心理が回復します、これからもっともっと心理が回復すると。最近の心理はですね、1948年にイスラエルが、再建しました。聖書にはその予言があるにもかかわらず、多くの人はそれを信じてなかったんですが、1948年にイスラエルが再建しました。これも真理ですね。これも真理。そしてこのイスラエルの再建によってリバイバルが起きてます。終わりの時代の後の雨のリバイバルが、この20世紀の後半にから20世紀にかかって起きているのです。皆さん喜んでください。今は素晴らしいね、神様のその素晴らしいこの恵みの時です。救いの時です。もういろ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 ですね、真理がどん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 現れているのです。真理がどん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 現れているのです。いろんな真理が現れているのです。これからもっともっと素晴らしい奥義が表されていくのです。皆さん素晴らしい時代なのです。素晴らしい時代なのです。聖霊の雨が日本に降り注ぎます。聖霊の雨が日本に降り注ぎます。皆さん喜んでください。この素晴らしい時代に皆さんは生かされている。この素晴らしい時代に日本人として日本に生きて、とても、良い時代なのです。リバイバルの時代なのです。神様の栄光が表される時代なのです。皆さんは真理を深く知ることができる時代なのです。皆さん喜んでください。喜んでください。聖霊の雨降ってほしいです。これから日本に聖霊の雨が降ります。イスラエルの再建からもう聖霊の雨がどん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 降っています。世界中で聖霊の雨が降りましたけど、この終わりの時に日本に降ります。日本に降ります。日本に降ります。聖霊の雨が日本に降ります。日本に使わせてくれた神様感謝します。日本に使わせてくれた神様に感謝します。アメン、アメン。そういうわけで、今日は宗教改革記念日です。宗教改革記念日です。アメン。それでは英語いきましょうかね。英語、今日は、どこでしょうか。ここですね。ルカの6-37、昨日と同じとこですね。昨日と同じとこですが、このフォーギブっていうとこですね。フォーギブ and you will be forgiven。 これ昨日やったかな。まあいいでしょう。 Forgive and you'll be forgiven。 Forgive っていうのは許しなさいっていうことですね。許しなさい、そうすれば許されます。 Forgive and you'll be forgiven。 許しなさい、そうすれば許されます。許しなさい、そうすれば許されます。これはとても大きな大きな命令なんです。とても大事な命令なんです。このキリスト教の中でこの命令はとても大事な命令なんです。許しなさい、そうすれば許される。許しなさい、そうすれば許される。許しなさい、そうすれば許される。これはとてもとても大事な大事な命令なんです。じゃあ皆さん実際にこれを実行しましょうね。皆さんが今ちょっとね問題がある当事者を許しましょう。皆さんが今苦しんでいる当事者がいたらこう言ってください。イエス様、その人を許します。イエス様、その人を許します。言ってください。イエス様、その人を許します。許せない人を許します。苦しめた人を許します。嫌いな人を許します。言ってください。私はその人を許します。許します、許します、許します。アメン、アメン。言いましたか、言いましたか。そしたら許されます、許されます、許されます、
許すことは十字架なんです。許すことは十字架なんです。十字架によって許されるのです。皆さんが許したから、皆さんが許したから、皆さんも許されるのです。許されるのです。十字架なのです。私のことを許してください。許します。私も許します。悪くめの人を許します。嵐の人を許します。迫害する人を許します。悪口を言ってる人を許します。許します。許します。ね、許すことがもうキリスト教と言ってもいいぐらいですね。許すことがキリスト教と言ってもいいぐらいですね。ではお祈りします。天のお父様、許しました、許しました、許しました。どうぞリスナーの方々を許してください。リスナーの方々を許してください。悔い改めました、許しました。どうぞあなたが喜ばれています。許しましたから許されます。許されることを信じます。許されたと信じます。許されたと信じます。リスナーの方々が許されました。許す心をください。許す力をください。許されました、許されました、許されました。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン。皆さん喜んでください。許されましたよ。許されました。許したから、許したから許されました。アメン、アメン、アメン。許されましたよ。アメン。許されることは素晴らしいですよ、ね、許されることは解放です。許されることはもう平安です。人間の苦しみは許されてないから苦しいのですね。多くの人は許されてないので苦しいのです。苦しいということは許されてないと思ってもいいぐらいですね。苦しかったら誰かを許す、自分の罪を悔い改める、そうすれば苦しみがなくなるのです。苦しみがなくなるのですね。皆さんもし苦しい時があったら、許してください、許してください。アメン、アメン。はい、それではですね、その証しタイムいきましょうね。証しタイムですね。証しタイム。それではですね、今日は、信仰義人ですから、信仰義人ですから、信じたら、ね、信じたら許された、信じたら救われた証。信仰義人、行いではなくて、信仰によって救われる。信じたら救われた証。信じたら救われた証。スタート、スタート。カルバンはどう思いますか？カルバンはちょっとね、私ね、違うんです、考え方が。まあ、ちょっと時間かかるので、今日は言えないんですけど、イエス様を信じたら人生バラ色になりました。イエス様を信じたら仕事の苦しみから解放されました。キューちゃんの偽ホームページを作ろうとしてしまいました。許してください。許しますよ。人を愛する気持ちが湧きました。ハロウィンはまやかしだと分かりました。キューボクシのように強い心になりたい。上司が優しくなりました。イエス様を死んだら早く天国に行きたくなりました。前より穏やかに生活しています。心が豊かになりました。嫌な人がいますけれど、許せないときはどうしたらいいですか？許しますと宣言してください。許しますと。と許せるようになりました。弟が優しくなりました。人と口論する、しなくなると心が広くなりました。キリちゃん牧師を全く信じてなかったので、許してください。許しますよ。私を許せるようになりました。アメン。
神様を信じたら電車でよく座れるようになりました。イエス様を信じる心は最高の宝物です。イエス様だけを信じて毎日楽しくなりました。母を許しますとキューちゃんのマラキで宣言したら母との関係が良くなりました。アメン。キューちゃん牧師に早く会いたいです。今度の日曜日会いましょう。プロテスタントの原点を学ぶことができました。昔イエス様を否定していた過去の自分を許します。アメン。許されました。大学でキューちゃん牧師の悪党扱いしてました。許してください。許します。教会には日曜日に行けばいいのですね。カリスマに行ってください。カリスマですね。イエス様に従って人を許したら心が解放されました。マリアでは救われませんか？救われません。キューちゃんへの殺意を湧いたことを許してください。許します。家族と口論の時許しますと祈ったら自分の中にも罪があると分かりました。アメン。背中のニキビがなくなりました。聖書には御言葉は素晴らしい。イエス様は許すことを教えてくれました。本当の自由とはイエス様と共に人生を歩むことなのですね。アメン。キリスト様から許されました。信仰を持ってたら全ての存在が愛おしくなりました。聖書を認める教会を進めますが強制はしません。キューちゃん牧師の放送で信仰が強くなりました。イエス様に祈ったら水虫が治りました。なかなか成功できない自分を許したいと思います。この世で成功することはありません。信仰で成功してください。信仰で成功するのです。今まで創価学会でしたが私も救われますか？救われます。 病気を愛し合い許し合うこと本当に素晴らしいことです。病気を移した方を許します。アメン。多くの人にイエス様を伝えたいです。今日もいい話ありがとうございました。ちょっとまだですね、いつから9時にするからまだ決めてませんのでもうちょっと待ってください。許すことで怒りが収まりました。今まで意味のない1時間だと思ってました。許してください。許します。覚醒剤がやめれました。妻の交通事故のケアを治してください。癒してください。癒してください。イエスキリストを信じることこそ救いの道です。ゴキブリを踏みつぶしたことを悔やためました。ゴキブリを踏みつぶしてください。この放送で世界史また勉強したくなりました。イエス様のおかげで今日も元気です。タバコをやめれました。ゴキブリは悪霊を表してますから踏みつぶしてください。皆さんの証とても励みになります。ハレルヤ。放置してもいいですが、リスナーの皆さんが精霊体験すれば変わります。対人恐怖症が完治しました。ハロウィンをやめようと思ったのですがやることに今度ゆっくり教えてください。ゴキブリを食べても大丈夫です。ゴキブリは食べないでください。なんかこの間なんか
なんか食べて死んだって人がいましたよ。なんか何か変なものを食べる競争があって、それを食べたら死んだとかいうのがありましたね。息子がハロウィンやりたいと言ってるんですが、どうすればいいですか？説得してください。よくないよと説得してください。ゴキブリを食べる大会、私ね、大食い競争も良くないと思うんです。だって飢えてる人がたくさんいるのにね、食べ物の競争をするっていうのはちょっと良くないんじゃないかなと思いますね。ハロウィンやりたかったらクリスマスまで我慢してと言えばいいかも。今度の日曜日は LTL で礼拝ですね。楽しみです。ハロウィンやめますけどお菓子は欲しいです。信じたら怖いものが減りました。贅沢して太っていることを悔い改めました。どうかうつ病を治してください。癒されます。イエス様を信じてください。良くなります。ハロウィンのパーティーをやめてイエス様パーティーをしましょう。アメン。少し恋愛に遅れますけどいいですか？いいですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。いつもイエス様がそばにいます。昨日深夜にアクレア放送を見たことを悔い改めます。痩せられるように祈ってください。キリストの歴史を学ぼうと思いました。吉原さん、イエス様が導いてくれたこの放送に感謝します。キューちゃん放送以外に見ていい放送ありますか？おすすめの放送を込みに貼ってあります。うまく LTL に到着するか心配です。お祈りお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。明日祈り会ですか？明日祈り会です。こんばんは、キューちゃん。キューさん、悩みがあります。聞いてくれますか？ちょっとですね、コメントだとできないですね。皆さん何か相談とかお祈りしてもらいたいときは、コミに貼ってある、スカイプ ID でいつでもスカイプください。まあ、時間がないときはできませんが、空いてる時間をまた言いますので、遠慮なくスカイプとつください。今度、教会に行かせてもらいたいです。来てください。油注ぎ10倍です。放送よりも油注ぎが、強いです。では放送外にスカイプします。アメン。はい、ファイナルメッセージいきましょうかね。ファイナルメッセージですね。はい、ですね、まあ皆さんがね、本当に、このように続けて来てくださるということはね、本当にこう最初分かんなくてもこうだんだんこう分かってくると思うんですね。そしてその繰り返し繰り返し同じようなことを、まあ、言ってるようですけど、しかしその繰り返すことによって深く理解できるし、そしてそのいろんな話もしますからね。今日みたいに普段しないような話もしますし、まあ、とにかく皆さんが根気よくね、来て根気よく聞き続けて、そうするとですね、本当に皆さん変わるんですね。変わるんです。もう私はですね、スカイプでもね、
直接個人的な証たくさん聞いてるんですね。まあその本当に証一つの中にもたくさんありますけど、本当にですね、イエス様の力によって変わるんですね。そして本当に私たちはイエス様の力が必要なんです。イエス様の助けが必要なんです。でさっき、エミさんと突しましたけど、エミさんにはですね、イエス様が必要なんです。エミさん一人で悩んでてもですね、なかなか難しいです。しかしイエス様が助けてくれたら、ものすごく癒されて解放されます。私もそうです。私もイエス様がいなければもう本当にですね、鬱になってると思いますね。絶望のどん底ですね。もう、いろんな意味でもう破綻してると思いますが、私がこんな元気なのはね、私が元気なのはイエス様のおかげなんですね。イエス様のおかげね、BSP の方々が元気なのも全部イエス様のおかげですね。BSP やると2倍の油注ぎがありますからね、BSP の方々は元気でしょ。 BSP の方々元気ですか。 BSP の方々元気ですよね。はい、元気です、元気です。風邪ひいてます。ハレリア元気です、元気です、ね、皆さん元気です。これは、BSP の方も、同じようにイエス様から力を受けてるからですね、イエス様から力を受けてるから。つまり BSP の方々が普通はですね、BSP の方々はね、こういろいろ悪コメ打たれるじゃないですか。嵐の方にいろいろ誹謗中傷されるわけです。そうすると人間的だったらみんな落ち込んじゃうわけです。だから多分他の放送ではですね、 BSP 少ないと思うんですね。要するに BSP もですね、きついわけです。生主もきついけどね。ところが、ね、この油注ぎを受けてる生主、油注ぎを受けてる BSP の方々は元気ですから。嵐の方がこういろいろね、誹謗中傷しても悪コメ打っても元気なんです。まさに、BSP の方が元気であるということは、まさにこれは証ですよね。証リトルさん、悪コメにやられたこともありますが今は元気です。試練はありますが、ここに来て少し元気。アーメン。まあ戦いももちろんあります。戦いもあるけど、リトル死ねと言われても許します。アメン、アメン。素晴らしいですね。そういうふうにですね、人間の力ではやっていけないんですけども、イエス様が助けてくれたら、ね、元気になるんだという、まさに BSP の方々こそ証ですね。 BSP をやってるということこそ証なんですよ。証、他の放送では、ね、本当にみんな落ち込んでいきますが、油注ぎを受けている、BSP の方々は元気。私も元気です。ね、やはりイエス様が一緒にいるからです。イエス様が一緒にいるから元気です。僕に対して悪コメがありますが、怒ることはしません。はい。そういうわけで、これからですね、まあ、今日は、宗教改革記念日で、まさに、プロテスタントが始まった日です。そして、この20世紀に本当に、そのイエス・キリストの福音が完成しようとしているわけですね。全世界に広まっています。イエス様の福音は全世界に広まっています。そして今やもうクリスチャンがたくさん生まれています。日本ではこれからですが、日本ではこれからですが、世界ではたくさんのクリスチャンが増えてますね。これからもっともっとクリスチャンが増えます。もっともっとクリスチャンが増えます。もっともっと世界中にクリスチャンが増えます。神の子が生まれます。神の国が出来上がっています。イエス様の再臨が近いからです。イエス様の再臨が近いから。イエス様の再臨が近いから、本当に、
素晴らしい時代が来ます。もちろん災害も増えます、迫害も増えます、悪もはびこりますが、しかし、リバイバルが起きます。クリスチャンも良い行いをどんどんしていきます。終わりの時代です。クライマックスです。このさっき言った世界史という言葉がありました。世界の歴史のクライマックス、世界の歴史のクライマックス、これから起きるのです。世界の歴史のクライマックスがこれから起きるのです。これから起きるのです。昨日ですか、ごめんなさい、ストッキングさん昨日言っていません、ストッキングさんの放送言っていません、ごめんなさい、私ではないです、偽物だと思いますね。はい、それでは招きをします。今日は行いによって救われるのではなくて信仰によって救われるという話をしました。信仰義人です。信仰義人です。人間はいくら良いことをしても救われないのです。自分を誇っては救われないのです。神の義である十字架ですね、神の義である十字架によって、救われるのです。人間の義ではありません、神の義です。神様が行った義、良い行い、十字架です。皆さんのために死んでくれた神の行い、この十字架によって人は救われるのです。それは自分を誇る信仰ではなくてイエス・キリストを誇る信仰ですね。イエス・キリストを誇る信仰、その信仰によって救われるのです。義とされたい方、救われたい方、行いではなくて信仰によって救われたい方、アメンと言ってください。イエス・キリストを信じて救われたい方、神によって義とされたい方、罪が許されて、祝福を受けたい方、神の義を受けたい方、アメン、アメン。神様の驚くべき祝福を受けたい方、愛、喜び、平安を受けたい方、希望や強い心が欲しい方、アメン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 。これからもっと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 祝福をもらえる時代です。もっともっと油すぎをもらえる時代です。もっともっと油、もっともっと真理を知る、時代です。皆さん、これからなんです、これからなんです、これからなんです。素晴らしい時代はこれからなんです。天のお父様、感謝します。多くの方が、許しました。また多くの方が行いではなくて信仰によって救われるということを聞いて今アーメンと言いました。そのアーメンと言った方々の信仰によって彼らを救ってください。彼らを救ってください。彼らを救ってください。信仰による救い、信仰による救い、彼らが信じたので救われますように、アーメンと言った方々が救われますように、救われますように、救われますように。あなたの祝福を豊かに与えてください。あなたの祝福を豊かに与えてください。人生が変わります、人生が変わります、人生が変わります。エミさんのように本当に苦しんでいる方々が癒されますように、慰めを受けますように、慰めを受けますように、苦しみがなくなりますように、苦しみがなくなりますように。イエス様、どうぞ多くの人を憐れんでください。多くの人を救ってください。日本の方々も世界の方々も苦しんでいる方々に触れてください。彼らを救ってください。彼らを救ってください。彼らを救ってください。悩んでいる人、悲しんでいる人を救ってください。イエス様、そのためのあなたの贖いです、救いです、十字架です。イエス様、日本を救ってください。世界を救ってください。イエス様、お願いします。あなたの力です、あなたの愛です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。おやすみなさい。シャロン、シャロン。おやすみなさい。シャロン、シャロン。アーメン。